2枚消しゴム終わり。次はと。ここは細い筆に変えて染料を乾かす時間も考えると、よかった、絵はゴリラに見えない。慎重に、失敗は許されないぞ。すみません。そのまた文字がずれてしまって。いつもの上がり症ね。最近は克服してきたように見えたけど。はい、弓だったら多少は。ですが根本的にはまだまだ本番には弱いみたいでして。大丈夫よ、気にしないで。ズレは白で塗りつぶせばいいもの。ミラさん、余裕があるときに頼める？了解よ。染料が乾いたら修正する。何度もすみません、足を引っ張っていますね。ルナールが言ったでしょ、気にするほどのことでもないわ。ですが。ルナール、ちょうど寮の作業が空いたわ。さっき言っていた構成を振ったら？あ、確かに効率的かも。構成、わかりました。一文字たりとも見逃さぬよう努めます。ほら、力まない。一発勝負と違って反復作業なんだから。そうですね。でも今度こそミスしないように。ミラのように効率的に確実に構成する方法は、そうだ。結局愛なんて幻想に過ぎないんだ。あ、主役のポボルのセリフだ。相手役のマキリと話してる場面だよね。おほおほ、たんびものね。そこは考えないようにしていたけど。君にはわからないだろう。だが、ちょっと待って、どうして読み上げてるの？はい、これが最も確実な方法かと。すみません、うるさかったですか？君にはわからないだろう。だが僕にはそうとしか思えないんだ。もっと抑揚があるといいかも。ポボルの本当の感情が伝わるように。なるほど、勉強になります。うほ。マキラ殿、このセリフがどうかしたんですか？そうか、ひょっとして。待ってば、どうして演技指導してるの？どうしてだろう。でも上達、ほら、おこたでネームの時もミラとリャオはいなかったけど、シェルカルテさんがポポルをやって。変わった男だ。僕はポポル、諸国を旅して回っている。俺はマキリ、あんたと同様訳ありさ。だがその甲冑、どこの島出身なんだい？待て、怪我をしているな。隠している腕を見せてみろ。おいおい、よせよ、こんなもんかすり傷だぜ。ポポルの桃色の唇から漏れた吐息がマキリの真っ赤な傷口をそっと撫でる。
するとまるで春が訪れたかのように男たちの景色は色づいていったのだった。うほうほう、そうだったわね。まあ楽しいのはいいことだけど、でもほらミラさんはちょっと集中できないんじゃない？私？そうね。結局愛なんて幻想に過ぎないんだ。もうどうでもいいわ。リャオがポポルでゴリラでも誰でも。リャオさんがポポル様でゴリラ？そうですか。ありがとうございます。でもメリッサ殿も達者ですね。もともと演劇か何かしていたんですか？うん、私は何もしてないよ。マキラもそうだよね。おお。では才能でしょうか。私の演技より自然に思えるんですよね。自然？そうかな。あ、シェロさんの影響じゃない？お手本があると上達が早いもの。そっか、きっとそうだね。シェロカルテさんが戻ってきたら上達する練習方法を聞いてみよう。あの構成は？構成はどこに行ったの？シェロさんが戻る前になんとか状況を変えないと。お待たせ、みんな。僕を呼んだかい？うわあ！本当に？締め切り、明日の日没まで延ばせたの？発行部数的にそこが限界とのことで大丈夫そうですか？ありがとうシェロさん、おかげで希望が見えてきたわ。よかった、明日の日没なら間に合いそうだね。そうね、このまま順調。そうしましょう。じゃあシェロさんは？はい。結局愛なんて幻想に過ぎないんだ。すごいポポルっぽい。さっき何を教えたの？教えたというほどでは。この作品の原作ポポルサーガの顛末と主役の成長過程を伝えまして。それで演技が上達するの？どうなんでしょう。リャオさんの中のポポル像が固まったのかもしれませんね。おかげで理解が深まった気がします。なんだか不思議な気分ですね。そうだルナルドの、このページで教えていただきたいことが。無理！おお。だって理解を深める気でしょ？もっと上達する気なんでしょ？そんなの正気を保ってる自信ないわ。あ、そのすみません、作品内容の質問では。ごめんなさい、作業の質問だった。実は先ほどネームも含めて全体を通して拝読しまして、それでこのページなんですが、セリフが欠けているんですよね。本当だ、他の箇所は埋まってるのに書き忘れちゃってた。はあはあ、ひょっとしてこの空白が
前に言ってた問題点ですか？そこのセリフは今も悩んでて、書いては消して、書いては消して、結局、保留のままで。ふむふむ。物語の展開的に重要な見せ場ですね。そうなのよね。いわゆる決め台詞というか。ここまで言葉にしないまま交流を深めてきた二人が、ついに愛を告白する場面なんだけど。なるほどね。時々うんうんうなっていたのはそのせい？せめて教えてほしかったわ。だって、これ以上みんなに心配かけるわけには。は？理解と連携が重要なんだよね。私たちも問題点を知っておかないと。でも、確かに言ったけど、演技する必要は。私は構いませんよ。読めば読むほど理解が深まるので。では、ミラ、マキリ役を頼んでもよろしいですか？は？お？ダメですか？私たちの連携で臨場感を出しましょう。ダメというか、その、男性同士の物語なのよね。はい、そうですけど。そうですけどって、一切躊躇がないわね。そういえば昔から性別には無頓着だったか。おおおお、おお。どうしたの？マキラも朗読したいの？今のマキラさんでは臨場感が。そこ重要？臨場感はどうでもいいはずでしょ？重要よ。理解と連携と臨場感。ルナール、さっきまで反対だったくせに。おお、何よマキラ、その後は任せたみたいな握手は。もう分かったわよ、やればいいんでしょ。ふう、や、柔らかい唇だぜ。いきなりだって？猶予は与えたはずだぞ。迷ってる時点で。待って、ミラ。ポポルのセリフを飛ばしていますよ。気にしないで。落ち着いて、丁寧に演じましょう。頑張って。みんな、応援してるから。おお、おお！力まずに行きましょう！もっと詳しい解説も必要ですか？ちゃんとやらないと終わらないわね。ミラの表情が変わった！準備は整ったみたいですね。では今一度参りましょう。柔らかい唇だぜ。よせ、いきなり何をするんだ。いきなりだって？3秒だ。拒む猶予は与えたはずだぞ。そんなもの短すぎる。迷ってる時点で心は決まってるのさ。な、そろそろはっきりさせようぜ。なんだって？ちゃんと聞きたいんだよ。あんたにとって俺はなんだ？俺は友達か？あるいはほにゃららか？さあ言えよ。ほにゃららなんだろ？
君は僕のホニャララだ。決まっているだろう。ポポル。ま。すごい。よかったよ、二人。ブラボー。素晴らしい朗読でしたね。おーおーおお。ありがとうございます、ミラ。お疲れ様でした。ふぅ、どうも。で、問題点は把握できたの？うん、大体の展開は分かった気がする。ホニャララが空白なんだ。はい、何か妙案があるといいのですが。今は静観するしかないわね。ルナールのアイディア次第よ。そういえば、先生はどこでしょうか。姿が見えませんね。本当だ。興奮して蒸発しちゃった。おマキラ？机の下を刺して何を。ルナールが倒れているわ。気絶しています。急いで手当てしないと。ルナール、大丈夫かな。